彩香って動き一つ一つに高貴なオーラが漂ってるよな。なんか急にパイモンが彩香の真似をしてるところが見たくなってきた。え、よし、じゃあやってみるぞ。おや、丁寧にキノコを取ってきたのは私のために鶏肉と野生キノコの串焼きを作るためだったのですね。おかわいいこと。全然彩香じゃない。でもなんか明らかにパイモンじゃないのに、それが当たり前であるかのような感覚は一体。おかわいいこと。